さらすからな。黒猫忍者がコロナ禍で買ったここ3年で買ったアイテムベスト5さらし上げるからな。さらし上げるからな。ハロー YouTube。 はい、ということで黒猫ギジャです。今日はですね、まあ、ここ3年コロナ禍で買ったね商品ベスト5をね、紹介していきたいなと思いやーす。いやね、黒猫忍者、まあコロナ禍始まってもう早く3年ですか。もうこの3年でね、もうコロナ禍需要というか、もうコロナ禍引きこもり生活でね、もうありとあらゆるねアイテムをね買っちゃいました。 Amazon、 楽天からもう様々なものをね買っては捨て買っては捨てやったので、今日お届けするアイテム、どれもねとても素晴らしいものがあるのでね、もうこの5つのアイテムを買うだけでもう生活が QOL がもう爆上がりすると言っても過言がないアイテムだらけです。ぜひね最後まで見ていってください。じゃあまず最初の第5位は、これでの中に映ってまっちゅ。はい、このですね AirPods ですね、 AirPods Pro バージョン2なんですけど、従来の AirPods Pro バージョン1に比べてほぼほぼね見た目は変わってないんですけど、なんかここにねこのスマホストラップっていうんですかねの穴があったりね、あとなんか磁石になってるのかな、なんかこうペタッとねなんかどっかにこうつけたりねできるとか、あとこれ自体ですね、ノイズキャンセリング機能が、まあ、Apple が公式で言ってる情報だと大体2倍ぐらい上がってるみたいなことがあってね、あこれはいいと思って、2倍はすごいと思ってね、1から2倍ってすごいじゃないですか、まあ、っていう、まあ、理屈で欲しくなってね買ってね、まあ、いろんな顔評価をね見て、まあ、いろんなネットの記事に比べると、まあ2倍は言い過ぎで、まあ、大体 1.5 倍ぐらいじゃないみたいな、ね、感じで言われてるんですが、従来のバージョン1よりもノイズキャンセリング機能がね上がってるっていうことでね、めちゃくちゃ大満足している商品です。大体つけてると5時間ぐらいは電池持ってくれるかな、もう家でいる時はもうずっとつけっぱなしでねもう聞いて、まあ、結構さ外もうるさかったりするんで、なんかね好きな音楽とかねこう聴きながらやって作業するとね、なかなかはかどるアイテムなので第5位とさせてもらいました。はーい、じゃあ次コロナ禍で買ってよかったアイテム第4位は、一応ここにはないんですけど、ニューバランスのフレッシュフォームシリーズでーす。わー、でこれはあのフレッシュフォーム、ニューバランスのフレッシュフォームシリーズだったらもう何でもいいです。概要欄にリンクを載せておきます。はい、まあね、このフレッシュフォームシリーズっていうのがニューバランス、まあ、靴の、ね、メーカーなんですけど、普段使いができるなんかライフスタイルっていう、まあ、そのシリーズとランニングシリーズみたいなやつがあって、まあ、ランニング用と日常用で使えるよう両方こう兼ね備えたシリーズみたいなんですけど、結構ね値段的に、まあ、1万円以上で、まあ、2万円はしないんだけど、まあ、1万5000円とか、まあ、それぐらい1万8000円とかね、まあ、する、まあ、ただスニーカーとして履くだけだったら値段は結構高いんですが、これがねめちゃくちゃ履いてみるとよかったんですよ。あのですね、拙者舐めてました正直、あのスニーカーというもの、あのスニーカーって大体1年間使うとほぼほぼその裏のソールが削れてってもう履けなくなるというか、もうこうツルツル滑っちゃうんで、1年使ったシューズはもう大体捨てていたんですが、日常消費もんなんでぶっちゃけ安いやつをまあ使っていって、まあ1年交代で使ってればいいのかなって思ってたんですけどね、なんかねその ABC マートとかで買う1万円以下のやつ、まあナイキのやつとか入ってたんですけど、結構1年経ってまあソールもすり減ってきて、使ってくるとね足が痛いんですよね。結構履いても半年ぐらい、まあ元々のそのクッション性っていうのもまあ弱いですし、中の構造的にも足の衝撃が
拙者毎日結構歩くんで1万歩近く歩くんで、足に割と足の裏にね衝撃が加わってくるんですけどね、なかなか ABC マートで買うまあ安いシューズだと足が痛くなっちゃってなんとかならないかなって思っててね。でニューバランスの本店なんのかな、原宿店っていうのがありまして、でそこに行くと、ビルがデーンってあってね、4階全部ニューバランスのビルなんですよ。で1階から2階3階4階も全てニューバランスのシューズしか置いてない、服も置いてるんですけど、でそのね、メンズなんで一番上の4階に行ったらね、なんかね足の測定する機械みたいなやつがあって、でなんかそこに足乗っけて測定すると 3D データとしてねなんかスキャンするのよ、足の形を。で店員さんが あなたの足の形はこうですね、ああですねみたいな、足のサイズはこうで足の幅はこうでこうなんでこうだこうだから、この足のサイズとこの足幅のやつを買うといいですよみたいなことをね教えてくれるんで、でその何センチ、正社だとこの何センチで、足幅だとこのデイサイズっていうね、足幅があまりない人はなんかデイサイズって言うんですけど、それだとなんかすげえおすすめって言われたんで、でそこでそのフレッシュフォーム買って履いてみたんですけど、まあいいですわ、感動した。もうね雷が落ちたぐらい、さっきのこのエアポッツもね正直ね雷落ちたんですけど、つけてねめちゃくちゃこうノイズキャンセリング、あ周りの音が何も聞こえないわって思ったんですけどね、フレッシュフォームもねめちゃくちゃ足痛くないわって思ってね、あこれだったらもう1万歩でも2万歩でも毎日歩けるって思ってね、はい、感動したんで、ぜひねリンク貼っておくんでね、皆さんも、はい、ポチってみてください。すごいいい商品です。じゃあ続く第3位、これです、マイクです。違うわーい、マイクじゃなくてね、これダイソンのドライヤーなんですけど、名前がね かっこいいんですよ、ダイソンスーパーソニックねねね、噂には聞いていてね、高級家電ですよ、はい、ドライヤーしたら高い4万円します。でこれが一応最新モデルなのかな、バージョンも多分最新だったと思うんですけど、 HD08 ってやつかな、最新かその前のやつかな、新しいやつです、爆風です。うわっ、めっちゃ目が湧く、ね、これね新法デザインなんですよね、このね筒と筒の組み合わせで完結するというね、どうですかこれ、かっこいいでしょ、なんかこのシンプルなデザインなんで、普通のドライヤーってさ結構湾曲してるっていうかさ、 G 曲線でこう作られててさ、手にフィットする形を目指してますみたいな形なんだけど、でもあれだとその人の手のサイズとか形によってね、使い方っていうか持ち方が限定されてしまうんで、どうかな、フィットする人にとってはいいんだけど、フィットしない時になんか使い心地悪いかなと思うんですけど、このシンプルな形なんで、どんな人でも持ち方次第でこう手に取りやすくできるっていうのが多分利点で、あとコンパクトですよね、そこはダイソンの独自技術というかね、さすが外資の中でも、すごい勝ち上がってきた、勝ち残ってきた技術の集大成みたいな感じなんですけどね。はい、コロナ禍でもね、お風呂上がりのシャワーの後、お風呂の後、髪を乾かすのに今までの時間が約3分の1ぐらいに短縮されるという、なかなか重宝されるアイテムです。はい、そしてコロナ禍で買ってよかったアイテム第2位は、拙者の動画でもたびたび登場しているこれですね、もちもちぬいぐるみシリーズのぬいぐるみですね。このタグがねついてるのがポイントですね。コロナ禍になってから人と会わなくなって寂しいんじゃーみたいな人っていると思うんですよね、結構。だからね、拙者もねいろいろね、このね赤い毛玉のあたりもね、このねクマさんとかね宇宙飛行士とかね、いろいろね買っちゃいましたよね。うん、でねこれもちもちシリーズの何がいいって、このもちもちシリーズと歌うだけあってめちゃめちゃ柔らかいんですよね。ぬいぐるみとは柔らかさこそが正義であるみたいなねことを体現している方なんですけどね、柔らかいでしょう、これもね柔らかいですよね。だいたい M サイズだとも40センチ前後、これあいつは45センチあるんですけどね、 S サイズはもうちょっと25センチとかかな、抱き心地的にも結構40センチくらいあるとね、なかなかこうしっくりね、拙者的にはね、ほら拙者の方がこう込めてガタイがいいからさ、ほら身長2メートル近くあるからね、ガタイのねいい
男性なんか、ね、40センチくらいだね、なかなかこう癒されるこの抱き心地みたいなあると思うんでね、はい、で特にね、この柔らかいやつ、ぜひ皆さん購入してみてください。おーい、じゃあ、最後コロナ禍で買ってよかったアイテム1ベスト1、任天堂スイッチ有機EL のポケモンスカーレット&バイオレットエディション。いやー、当たっちゃいましたね。当たったっていうか買う権利が当たったって感じなんですけどね。これね、有機EL ですよ。有機EL といえば画面がめちゃくちゃでかいし、きめ細かい画素数とかね、あとなんかここもね、こうパカッて開いてね、こういう風にこう立てて、机の上でこう立てて見れるとかね、いろいろあるかなと思うんですけどね。なんかこのデザインがさ、拙者スイッチ持ってなかったんだけど、この限定のこのデザインめっちゃかっこいいと思って、なんかね友達に教えてもらったんですよね。最近ポケモンがもうすぐ出るからさみたいな感じで教えてもらって、ふーんって聞いてたんですけどね、なんか調べてったら限定スイッチも出るって思ってね、そのデザイン見た時に、あ、これむっちゃ欲しいって思ってさ、え、これ俺にむっちゃぴったり、ほらだって なんかめっちゃ色合い合わない、なんかほら拙者とさ、この黒とさ、この赤じゃないな、オレンジとさ、この紫みたいな、こうザ悪役ダークヒーローキャラみたいなさ、ね、なんか世界観がさめっちゃさ、いや、なんか似合うじゃんみたいな感じでこう思ってね、うん、こうどうかなと思って買って、でまだソフトは買ってもってん。なんかね、ゲーム基本やらないっていうかね、 PSP ビータ以来だからもう10年近く携帯ゲーム機買ってなくてさ、なんかすごいね、10年の間になんかすげえ進化したじゃん、なんか世間的には。でもしてるんでしょ、なんか全然知んないんだけど、なんかまだね、こうソフト何買っていいのか分かんないって感じで、で調べてったらスイッチはスマッシュブラザーズとかマリオカート8が売れてるから、まずそこら辺とか買ってみようかどうしようかみたいな感じで、はい、考えてる途中ですね。はい、結構拙者これ以上なんでね、なんかゲームのソフト1本でも買ったらすごい突き詰めちゃってやっちゃってね、なんか別のこととかね進められないんじゃないかみたいなね、他のことがおろそかになって、と動画投稿できないんじゃないかみたいなねことも心配してね、ちょっとまだソフトは変えてないんですけど、まあ、そういったね、変えてないでも買ったらより楽しい生活が待ってるんだろうなみたいな期待がねあると思う、そう来たるんだと思って、このねゲーム機スイッチをね第1位とさせてもらいました。おーい、皆さんどうだったでしょうか。コロナ禍で買ってよかったアイテムベスト5ね、基本どれもね、高い高級品ばっかりなんですよね。 AirPods も4万円するし、ニューバランスのフレッシュフォームだいたい1万5000円ぐらいから、まあいいやつだと1万5000円からの値段だし、ダイソンも、まあ、4万円ぐらいしますでしょう。まあ、ぬいぐるみは安いですよね、うん、だいたい2000円3000円ぐらいとかで買えると思うんでね、いやこれ安いんですけど、まあ、スイッチもね、まあ、これも限定品だし、有機EL限定品じゃなくても多分3万円ぐらいするのかな、まあ、なかなかなんかどれも値が張るんですけど、なんかここ最近っていうかね、まあ、コロナ禍でなんか結構高級なものっていうか、高級家電とか、ね、高級ゲーム機みたいな結構ハマっちゃって、でもやっぱりね高いものはいいっすねって思ったんで、なかなかね QOL も上がるアイテムかなと思って紹介させてもらいました。ではまたの。